王緑港2007年10月20日撮影上流、長子路朝鮮属自地県から見た、南岸建設中の水豊ダム王緑港は、中華人民共和国先北部と、朝鮮民主主義人民共和国との国境となっている川である。白桃山に源を発し、航海に注ぐ。水の色がカモの頭の色に似ていると言われたことから、この名前がある。北岸は、中国吉林省。 遼寧省、南岸は北朝鮮時行道、両行道、平安北道となっている。川沿いの主な都市としては中国側に林港、周安、丹東があり、北朝鮮側に寺城、万浦、蘇山、新宇寺がある。主な支流は不線港、長津港、京川港で、いずれも北朝鮮側の二馬高原から北流して、王力港に合流しており、 日本統治時代に大型ダムが建設されている。中国側からの支流にはマナ川などがある。王力港に架けられている橋の中では、下流の新緯樹と丹東を結ぶ中朝遊戯橋が最もよく知られている。流域では林業が盛んで、かつては上流部で伐採された木材をイカダにして流していた。 1930年代後半から1940年代初頭にかけて日本によって中流域に春工当時アジア最大級の水豊かダムが建設され水力発電が行われるようになった。ここで生産される電力は現在でも北朝鮮の重要なエネルギー源となっている。古くより朝鮮半島、中国大陸、満州の接点として重要な河川であった。 三国時代には中流域に高栗が岩都城を置いた。高麗王朝末期に朝鮮王朝大祖の李政桂が政府に反旗を翻したのは王力港の中洲、一貨島だった。朝鮮王朝は王力港をその領域の北海とした。日露戦争時には日本軍とロシア軍が激戦を繰り広げた。また朝鮮戦争時には 北朝鮮軍を支援する中国軍が王力港を越え、国連軍が両国を結ぶ王力港添えの要衝に爆撃を行った。しばしば下流域では氾濫が生じ、水害を発生させる河川である。2010年8月19日から8月21日には上流域で集中豪雨が発生。北朝鮮側のイカ島が水没したほか、 中国側でも担当市を中心に5万人以上が避難する事態となった。王緑港には多くの中洲があり、ほぼ北朝鮮の領土になっている。上流から、などで、このうち一荷島と黄金壺では、中国と北朝鮮の共同工業区の建設が始まっている。ありがとうございます。